もう北前です。ここがね、海軍ピックアップガチャが来たということでね、やっていこうかなと思うんですけど、まあ普通の人はね、まあ超別も近いんで、引かなくていいと思うんですけど、まあ海軍が大好きって人以外はね、まあ、超別赤いのも出るわけじゃないんで、まあ今回ガチャ引いて出たキャラでやっていこうかなと思います。いや、リーグも切り替わった直後なんでね、まあ、海軍でも全然いけるでしょということで、10連目爆死。まだかけらはもらえるということね。まあ、そこら辺はね、全然僕はありがたい。これは星4が確定と。なるほどね。はいはいはい。まあ、いつも通りだよね。ここら辺でベルゴさん。ベルゴさん出るんだね。まあ、一応確かにそうか。そうだけどもね。さあ、ここで、大爆死、ベルゴさんでいこう。ということで、1戦目よろしと、まあ、シーズン切り替え直後なんでね、まあ、シャンクスもそんな多くないということで、まあ、ベルゴさんにも活躍のチャンスはあるんじゃないかということで、上いきなり3人か。ロジャーが1人多分落ちてたんだよね。ということで、まあ、このスキル1が確か強いんだよね、火力高くて。で、ここら辺で特化を避けて一発二発でさ、回避を読んで、はい、オッケー、気絶させーの、鬼だけいやオッケーおでん狩りいいねいやこれ気持ちいいよこのスキルうわうわちょっと待ってあボットだこれボットだボットだからすごい瞬間移動してくるねとりあえずこっち取っちゃっていやゾロとやるでも結構ダメージ食らってんなね結構ダメージ食らっちゃってるからこれは避けれるでもゾロ気絶無効あるんだよなそれがちょっと渋いんだけどいやもうこれ適当打ちで当たってくれ頼むそれ当たんないかそれは当たんないかそろそろ大戦世界使いたくなっちゃうんじゃない使わ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 ない回避は使わないよ俺回避は使わないよさあオッケーそろそろ使っちゃうねはいオッケーでここで鬼だけだらオッケーオッケーオッケーオップねちょっと一旦距離取ろう一旦距離取ってチームブースト来る通常攻撃じゃ勝てないからはいなるほどねここでしょ回避オッケーいけいけちょ待って回避読んだんだからこっちの方が早く勝ってくれはいということで2戦目よろしくといやーちょっとね通常攻撃とかなかなか難しいねでロギアが全然いないとでスキル1強いからねそこをちょっとうまく当てていきたいところとりあえずここ取っちゃってシャンクスに任せてもちろんのことをいいとこ取りをしていきたいなるほどねそれ当たってであそこカウンター決まってやばいねそれはやばいよやばいやつが来てるだからこれはジャスト回避できるよナイスナイスシャンクス裏大丈夫だからでカウンター使ってるから多分これは回避をするでそこで気絶オッケーおい今カウンター使った？めちゃめちゃごめんなんだけど、そしたらめちゃめちゃごめんだけど、ラッキーめちゃめちゃ突っ込んできてたね、今。とりあえずここ取っちゃって、これごめんなさい。カウンターさ、溜まってるか。ナイスナイスさっきはとりあえずごめんって言いたいんだけど、今更ごめんと言ったとってやらかした。ここどうしよっかな。まあ、一応溜めちゃう一応溜めて、溜めててかさっきシャンクス来たのおもろいなね意外とそういうところあるんだねあこれは鬼竹チャンスでは鬼竹あ今竹取ったんだけど取らないか竹押したんだけどなあれシャンクスのとこ押してた今カイド押したつもりだったけど押せなかったかなやらかしたんですけどここは当たっちゃう当たらないっすすいません今のは当たんないっすとりあえずここジャスト回避シャンクスねで夢ルフィ倒してくれてるとりあえず肉食べようかとりあえず肉食べちゃってチームブースト来るよいやでも超過されてるから逃げる必要ないよなこれでチームブースト来るここははい鬼まあそうだよねそうだよねそうだよねダウンしないとかないもんねあってもいいけどねあでもこれは逆に言えばすごいチャンスなんでこれ起動しちゃうよっしゃいけるんだそれいけるのね一発二発ダウンさせてオッケーオッケーでかいあオッケーオッケーそれダウンしながら撃ってるそれダウンしないやつなんだけどねとりあえず突進使ったかこれは回避思うかこれ回避読んで一発二発使ってないんかい使ってないんかいまあまあまあ3取りできてるからまあまあオッケーオッケーこれもう一回鬼だけチャンスいくいや冷静にお蕎麦だなこれは冷静にお蕎麦で夢ルフィがあそこで C 地点ウルティねオッケーオッケー全て分かってるよさあこれはうまっあでもこれは終わり際をしっかり落としていくいいよナイスフットバシいてあれ今当たってたよね当たっててオッケーオッケーオッケーでここ一発二発で一発オッケーいいよナイスケーよいやここちょっと任せて俺 C 地点行こうか C 地点ここ取れたら熱いよここ取ってほしいここ取れるオッケーシールドできる裏いつか取ってくれること祈るしかない一発シールドが強い一発回避読んでオッケーここ KO いいよで裏取れるよね裏取れるからここサイレントしちゃっていやこれは時間稼ぎねオッケーオッケー
おっぶねーおっぶねーよ、カイドウ頭いい、それはそれ完全にやれたわ、おっぶねー。さあ、オッケー、ここは大丈夫、ありがとうございました。ということで、3戦目よろしくと。いや、ベルゴ面白いねちょっと鬼竹がな、ダウンしない特性とかあったらまだいけそうな気がするんだけど、さすがにさ、あの、隙だらけなんだよね。まあでもこれ多分スキル1で、気絶させてから当てるみたいな感じなんだろうけど、今気絶無効が多すぎるからね。さあ、これ牽制しとこう。これ牽制しといて無駄回避させて、シャンクスに突っ込ませるみたいな。あー、裏から来てるなー、シャンクスだったら振動あ誰、あ、白ひげか、白ひげね、なるほどね。ちょっとしんどいわ、ちょっとしんどいな、どうしようか。それはちょっと距離取って、これ距離取って、それ当たんないよ。はい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 、ちょっとシャンクスがやられたらやばいぞ、これシャンクスがやられたらやばい。冷静にね、冷静に、ここは鬼竹いて、ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。いや、ちょっと待ってね、どうしようか。よろけむこうついた、ここジャスト回避一発。いや、これは間に合い、うわくっそ、さすがにしんどい、どっちかが来る、やばい、これはこれはベルゴさんには荷が重いぞ。一発二発三発、いや、おいける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 、逃げろ逃げろ、坂月さん、坂月さん助かった助かるもんだな、あそこから。危ない危ない。え、坂月強、一人でできんじゃない、あ、一人でいけそうあ、もう一回入った、終わりだ、白ひげ、お前はもう一回入ったら終わりなんだいや、大逆転、ナイス坂月。こことりあえず4取り、いいよ。で、上シャンクスか、あ、赤ロウね、赤ロウか。あ、バカ肉だ。あ、でも坂月食えるなら食っちゃっていいよ、食えるなら食っちゃって。あー、やばいね、それはまずくて。でもそこはルームされたら俺が次は守っていく。はい、オッケー、気絶させる、完璧で、ここは任せて、レイリーはそれ使ったから、あとは気絶だけなんで、ちょっと距離詰めて、これは、はいはい、回避使った、鬼竹いいよ、悪くない悪くない。上また来るな。で、瞬間移動の方は使ったから、あとは気絶の方、ここくそ、オープネーオープネーオープネー。ちょっと待って、一旦距離取るわ、一旦距離取って、ちょっと待って、すごい追っかけてくる。あ、地味、そう、届くんだすごい地味なやり方しちゃったわいや、まあ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 、頑張った頑張った頑張った、結構時間は稼いだよ。さあ、ここからまたおそばで行こうか。上行きたいけど、ちょっと待ってね、とりあえず下で行くか。これ下3取りしかないよな、実際ここ使っちゃって、だから新地点取れると思うから。ちょっと待って、この巻き込まれ方えぐい、この巻き込まれ方えぐい、ちょっと通れないわ。ちょっと待ってね、ここは任せて、多分カムサリ使うから、ここジャスト回避、いいよ。いや、気づいてるか、これは気づきロジャーか、気づいてるロジャーか、ちょっと待って、気づいてんな。あ、オッケーオッケーオッケー、ここここここ、はい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 、ナイスウルティ、いいウルティだね。さあ、オープネー、それは危ない。で、ここサイレントしちゃって、いいよ、悪くない悪くない、ここ時間稼げばいいから。いや、上取りに来て、こういう時、一発二発一発一発、オッケー、いいね、サポート差もあるからね、シーズン序盤は。オッケーオッケー、ナイス勝利ナイス勝利。ここは大丈夫でしょ。で、あとゲッターいないんで、もう大丈夫だね。で、あそこ KO できる。一応こっち行って、はいはいはい、オッケーオッケー。で、ここもジャスト回避、ありがとうございました。